現在52歳のおばさんです。長年18年近くうつ病で療養中です。ここ最近子供たちと喧嘩をしてしまい、うつ病も悪化してしまいました。もう自分の身の回りが片付けられたら、もう生きていてもしんどいなと思ってしまっています。なかなか頑張りたいなって気持ちがなくて、辛い日々を暮らしています。質問に。私に間違ってることはありますか、間違ってるところは頑張ろうって思うことですね。頑張る必要ないです。頑張らなくても日々は送られてきます。自分の、幸せを一番に考えましょう。喧嘩しちゃったって言ったってさ、言い分があったから喧嘩しちゃったわけでしょ？ねえ。だからといってさ、縁が切れるわけじゃないでしょ。だってお腹痛めた子供なんだもん。何言ってんのあんたって。私の体の中から出てきたエイリアンみたいなもんなんだよ。つってね。ひよこだって親鳥の後くっついて歩くんだよ。って言ってね。そういうつもりでもって、お子さんが、タカさんのことをね、愛してるんだっていうことに対して、しっかりと自信を持ってください。そして、頑張らないこと。本当に、無理やり頑張らないこと、自然体で行きましょう。そして笑顔で行きましょう。そして、タカさんがいらっしゃるだけでもって、お子さんたちがどれほど幸せなんだろうっていうことを考えて過ごしましょう。でございます。再度質問なのですが、老人ホームにいらっしゃる方、認知が進んでいる方が多く、認知で身内に分からなくなっても念は残りますか？認知症の方ってね、皆さん勘違いなさってるんですけどもね、実は分かってるんですよ。うちの父親がやっぱり認知症でボケてました。僕のことも分かんなくなったりしていました。でもね、亡くなった後でね、親父に聞きました。親父ビッポケ出てゴロゴロこうだったよなとか言ってたら、そうかって言ってね、全部わかってたんだけど、言葉に発信しようとするとそういう風になっちゃったんだよなって言ってね、そういうこと言わないでくれよって言って、俺全部わかってたよっていう風に言われました。なのでね、実はわかってます。なので、ボケてるからさ、わかりゃしねえんだよっていうふうに言うと、逆に言うと、とんでもなく化けて出られるかもしれないですよ。はい。大事にしてあげてくださいね。夫の不倫が確定し、もう夫にセックスをしないと伝えたら、セックスは夫婦の義務だと言われ、自分が生き量を飛ばし、憎んでしまいそうで、川崎大師で清めてもらい、水晶の侍女を購入してまいりました。我慢の限界です。私は風俗女ではありません。子育てもしない。夫はもう辛い。なんで離婚しちゃった方がいいんじゃないですか。早いとこ離婚しちゃった方がいいと思いますよ。なんか人生もったいないですよ。本当に人生もったいない。と僕は思います。幸せになるために人は生まれてきてますのでね。簡単に言えば、赤の他人の、旦那さんに義理立てをして生きていかなきゃならないってことは絶対ないと思います。はい。なので、経済的な理由とか、そういうことでもって離婚をしないで頑張るっていうことに対しては、僕はもう絶対反対なのでね、お子さんは、どんな形にしても貧しいということとか、そういうことではなくて、たとえ貧しくても、母は笑顔でいてくれたっていうことが、どれほどお子さんの人生に対して幸せになれるか、そして笑顔でいられることっていうものが、どれほど幸せなのかっていうことをよく考えて、とっとと離婚しちゃった方が僕はいいと思いますけどね。さあ質問です。私の恩師が先日亡くなりました。仕事には命をかけて私たちを引っ張ってくださっており、最後も仕事の道具を胸に亡くなられたそうです。偉大な先生でありましたが、ご遺骨は身内の方が放棄されたそうで、一人部屋で置かれたままだったと聞きました。どうか安らかに成仏してほしいと祈っていますが、今先生がどんな無念な思いを
していらっしゃるのかと思うと心配です。先生はどうなさって、ご身内の方が、なんということなんでしょうね。よくわからないんですけどね。ご身内の方と、お世話になった方っていうのが、どれほどの違いがあるのかわからないんですけども、カロさんがお気持ちとしてきちんとご供養なさって差し上げてくださいよ。そうすればカロさんのところにいらっしゃるかもしれないですよ。そういう形で守ってくださる。亡くなってなお、ご身内以外の方に、大切に思われている方っていうのは、徳の高い魂さんになられる方が多いのでね、本当に、カロさんが先生への思いっていうのをきちんと、お伝えになってご供養を続けて差し上げてください。中学生の頃から死ぬということがとても怖く、40代になった今でも怖さが抜けません。前世で自殺したかついているのか考えすぎなのか分かりません。5歳の息子も僕より早く死なないでねとか言っています。何か、つながりがあるのでしょうかね。息子さんより早く死なないわけでね、かわいいね。5歳の子にそんなこと言われたらさ、かわいいね。絶対死なない。でもね、僕も絶対死んじゃダメだよって言ってね、お母さんと一緒にね、もうずっと生きてよねって言ってね、かわいい、ほんとかわいいね。あのね、死を怖がるって人間として当たり前のことなんですよ。僕だって死ぬことは怖いですよ。それ何が怖いかっていうとね、悲しませる人がいるからね。怖い。そういうことです。例えばね、自分の命が終わって、誰も悲しむ人がいなかったとして、それほどの孤独になったとしたら死ぬことってそんなに怖くないと思うんですよ。だって生きてる価値っていうものが見出せなくなっちゃうのもね。でもね、必ず自分が死ぬことで誰かが悲しんでくれるっていうふうに思うから生きていられるわけですよ、人って。なのでね、そんな小さいお子さんがいらっしゃってそんなふうに言ってくださったら、そりゃ死ぬのは怖くて当たり前です。当たり前に思ってください。子供の頃からね、お父さんとかお母さんが死んじゃうんじゃないかっていう怖さね、そういうことなんで、それの繰り返しなんですよ。なので、孤独ではない証だと思ってください。幸せの証拠ですよ。はい。